映り込んだ。先生が時は金なりと教えてくれたので、先生の無駄話をこまめにカウントして後で請求する。ブルマでもトランクスでもいいから吐いてくれ。調味料ってかけると味が変わるんですよ。クラス替え初日。あー、ここにあったのか。戦へんのかーい。ここでいつもフリーズする。はい、群馬県警です。マツコリラックス。時がムネムネする。額がヒザヒザする。暑は夏いね。ワクオラオラすっと。飛ばしたい。抜きたい心にブレーキを。生死に関わる。ズームってこれでいいのかな。司令官にやる気のない奴は帰れと言われた。信長様、場の空気を温めておきました。冷え切っておるぞ。どうしてどうして、あんまりだあんまりだ。あ、ついに義務教育中退。お嫁さんにしてくれませんか。空き巣が最後の集団に出た。昔々あるところにおじいさんとおばあさんが暮らしていました。そしたら沢田の兄貴が一人でその場所に行ってな、ロケットランチャーぶっ放してその建物をコッパみじんにしてもうたんじゃ。犯人確保。ただいま胃の中で暴れております。セルフサービスは自分でやる派ですね。誰も数えてなかったの。カレーにはなんだっけ。ライス。なんでやねん。通訳が先に喋り始めた。キーワード3つで彼を思い出させてください。いや、みんな俺だ。このタイプのマイバッグを毎日買ってるんですよ。いいですか。いや、みんな俺だは体に大きく負担をかけます。寿命を縮めたくなかったら控えることですね。数学が苦手な人あるある。将来使わんやろっていう。楽天モバイルだとここが限界みたいです。事故物件初日。害はなさそうだ。可愛い女の子が全部おっさんに見える。呪いかけられた。歴代のアンガールズ。大型新人が思ってたのと違う。ハンターが本気を出した。いや、みんな俺だ。後ろの子はもうリラン。俺は上司からもういらんって言われた。それじゃあいいですか。いや、みんな俺だは体に大きく負担をかけます。寿命を縮めたくなかったら控えることです。いや、みんな僕だ。葬儀屋の司会で。いや、みんな俺だが本名だったことを知る。そこに100円を入れてください。初心者があり。ドライブデートの不安。どうしよう会話がない。どうしよう乗せた覚えがない。公平に見て君にも反省すべき点があるよ。スネオさんもよ。君だって。ああ、71問目レベル100。バカバカしい。俺は今遊ぶぞ。ナッパ、宿題やったろ。アニメの必殺技の名前を少し変えて弱くしてください。水の補給。見てみたい。打者大谷翔平 VS 投手大谷翔平。お鍋の中からボワッとレベル100。絶対みんなびっくりするから、一旦君は2学期までは副担任を襲うんだ。君が転校生だってことは3学期の中盤あたりに伝える。いいね。エンドレスな無限を見せてあげますよ。二人とももじゃもじゃでしたよ。チマリス君はもう疲れたと言って木から飛び降りました。追うんでしょ。乗って。一本でも人参みたいなことを言ってください。一回で妊娠。チーズー。と止めてくれ。ロマンティックを止めてくれ。パパ虫かご早く。全米が焼いた。お尻を出したコーヒンこそ。もう少し頑張ろう風。僕が一番大事にしてることは二つあるんですよ。男子に人気のおかず。ハンバーグ、唐揚げ、橋本環奈。恩返しに来たらすでにお金持ちになってた。電子レンジに卵はと。先生からお別れの言葉。ハチ公前で会う約束をしてた二人が二人とも勘違いしてハチ公数前で会えた奇跡の瞬間。日本政府に関するバレバレの嘘をついてください。国民のことを一番に考えている。いや、みんな俺だ。侍は刀を振る。俺は彼女に振られる。それじゃあハリーポッターと謎のミステリー。いや、みんな俺だ。それじゃあ再びザビエルが九州上陸の恐れ。どんな大企業も最初はまともだった。ボケてが原因で突然死したたかし君の最後のボケは、見て星がたくさん。人柄、鶏柄、豚柄。でもお店はガラガラ。徳島。ああ、うどんの有名な県だっけ。っていうやいなや襲いかかってきた。マッチングアプリの人ですかって聞いてきたので、とりあえずそうですと答えてついていく。お料理詐欺の対処法。すぐ切る息子はいませんけど、はい、こちら〇〇警察です。返事は。さあイエスアーダー。それ以外口を聞くな。分かったら新人ども。返事は。透明人間が検索しそうなこと。美人多い銭湯。人間にはなれたけど身のこなしが分からないオットセイ。 SL プレイ。いや、みんな私だ。ハリーポーターと炎のファイヤー。抵抗器。日本の高齢者には負けないぞ。やめてやめてくれって言ってるだろう。宿題の作文のテーマ、お父さんのお仕事。ええー。
ちびまる子ちゃん1時間スペシャル。最終地点はゴール。あと1枚だけどまだ野球拳続ける。バナナの顔を投げ捨ててくるタイプのジジイ。バーニャー若さが欲しい。古墳アイドルハニワ男子の特徴はドキドキさせてくれる。やあみんな、俺だ。こいつは銃で撃つ。俺は会社で撃つ。それじゃあ私静かなところが好きなの。家でせえよ。あの名作のタイトルにいきなりをつけて台無しにしてください。いきなり帰ってきたウルトラマン。おねえ、タクシーを手配するとどうなる。一向に来ない。撃っていいのは撃たれる覚悟があるやつだけだぜ。ワクチン接種にめんどくさいやつが来た。泣かぬなら月に変わってお仕置きよ。やあみんな、俺だ。肛門に刺すだけ Wi-Fi。 やろう。はーい、自首しまーす。やあみんな、俺だ。それじゃあ、やあみんな、俺だ。わ、商標登録した。使うなら10万払え。戦国時代にありそうなもの。信玄ゼミ。クモン式。その先を右に右折ですね。そこの前、レモン1個に含まれるビタミン C はレモン1個分だぜ。そんな変なこと言ってるとボケての素材にされますよ。後ろの子はカゴメ、僕はかぶってなんかごめん。それじゃあブンブンブンブブン。故障かしら。嫌な反応する赤ちゃん。いないいない、バー。痛い痛いバブー。カウンターじゃないか。喧嘩を止めてもらったにもかかわらずその人に暴言を吐いたなどの疑い。結婚できないけど誘われるタイプ。止めてくれ。カッパエビセンを止めてくれ。倦怠期と倦怠期の違いを教えてください。プライドの問題かフライドの総菜か。サスケの障害物に出てきたら嫌なもの。人をダメにするクッション。進撃の巨人の大義語。最下位の阪神。固い決意を示す瞳。キリリと結んだ口。ぐっと反らした胸。廊下に立つための足。下がってるやついる？いねえよな。いいか、クソは漏らしても情報は漏らすな。ミルクは飲んでも相手の容器を飲むな。これが俺たち西松組の鉄則だ。タキシード仮面。あの人ならちゃんちゃんこ仮面に改名したよ。レゴを踏んだ瞬間仮面ライダーに勝ってしまった。童話や昔話を怪奇風に説明してください。昔、圧倒的昔。ヤッフーと叫びコーラを投げつける。その時長沢の家がバーッと燃え上がって。理論上はそうだけどそう簡単にはいかない計算をしてください。1日5ページやれば2週間で終わる夏休みの宿題。これを見て何か分かった人はボケて中毒者です。どうしてどうして、あんまりだあんまりだ。ああ、ついに最初から名前と0点が印刷されてる。マゼランは世界一周公開をついに成し遂げこう言いました。やっぱり自宅が一番。ファーストキスを片っ端から奪っていく。7月30日、朝顔の種を植えようと土を掘ったらまた石油が出てきました。ところどころ焦げたところがパリパリとしてなんとも香ばしくてうまい。火葬場が凍りついた。タコに餌をあげよう。いかにもスズメ C の攻撃。そうだ、群馬に行こう。 JR 東海。あらやだ、あなたのお肌石油足りてないわよ。寝室はいつも一つ。お前を老人形にしてやろうか的なこと言って怖がらせてください。お前を老人生にしてやろうか。カスカベ防衛隊を守るのも楽じゃないな。格闘ゲーム初心者同士の戦い。お前はトマトか。カゴメの最終面接。今から避難訓練です。小さい家には決して入らず、黒いキャップの近くを通るときは必ずハンカチで鼻を押さえてくださいね。やめろよ、そんなに優しくされたら地球滅ぼしつらいだろう。あたしガイアなのに。兄弟一。サイズは S か M だけ。吉田沙保里はどこがすごいんですか。ボケてを訴えないところ。子供の頃の勘違い。総理大臣が一番偉い。結婚したら自然と子供ができる。本当の親だと思ってた。あの有名なセリフはタイトルにご飯できたよを加えてダサい感を出してください。ご飯できたよ。アムロ行きます。いや違うな。いやみんな違う。いやみんな俺だ。これだ。僕の尻尾を引っ張るとぶん殴るよ。吉田沙保里が2日間預かってくれた。いくらなんでもアメンバー会かあいうえお的なことを言ってください。アンパンアチーケハヒヒヒ。アンパンマンは君さ。じゃあお前誰だよ。あの有名なタイトルや名言に下心丸出しでをつけて台無しにしてください。 AC ジャパンはこの活動を下心丸出しで支援していきます。もうパパとは遊ばない。パパのおもちゃ返せよ。わあ、なんだなんだ、本当に切るやつがあるか。心配するな、これで廊下に立ったまま授業を切れるだろう。夢をぶっ壊してください。王子はカラスの靴がぴったり合ったシンデレラにこう言いました。あ
なたか。助けてください。持ち主に追われているんです。見える見える、はっきりはっきり見える。これだけで視力検査を乗り切ろうとしている。困った時は消費者トラブル、私の出番、アンポンタン。トイレですることといえば、うんちしっこおなら不倫、北海道プラマイゼロにして、投資能力があるけど相手に通知が届く、喧嘩を買う人、喧嘩を売る人、二人を入院させた人、パワー、スケさん、カクさん、懲らしめてやりなさい。スケさん、カクさん、もう良いでしょう。スケさん、カクさん、マジでもういいって。さあ願いを言え。どんな願いも一つだけ叶えてやろう。聞こえなかったのでもう一度言ってください。大人の階段登ってみる。メイド喫茶ってどんなところか教えてください。お帰りなさいませ、ご愁傷様。スケベたちの結束が実った瞬間、私は党に人類復興のためなら心臓を捧げると誓った兵士、その信念に従った末に命が果てるなら本望、心胸部圧迫、実演販売。初対面のあなたに質問です。あなたは誰ですか。多分起きたら漏らしてる。とりあえず楽しむ。いくらなんでも多い。金曜日はフライデー。同じこと言ってバカみたいですね。キム・ジョン、新しい顔よ。父親のスマホの検索履歴を見た娘の反応。このアニメのタイトルは機動戦士カンタム、アムルイテキマース。ジャイアンや、公園に来い。死体を見つけたのに叫び声一つ上げずに警察と親しげに話す小学生がいた。しかも複数。海賊版に俺はなる。なんで学校でいじめられてるの。正直にお母さんに言ってみなさい。やあみんな、カフェオレだ。また夫婦喧嘩か。仕方がない、初めて立ってやるか。敵に塩を送るの大義号を教えてください。仲間に砂糖を迎える。プラマイゼロにして、チャリで出かけて歩いて帰ってきたけど、チャリが先に帰ってきた。助けて。ビートルズの歌詞の和訳がひどい。 99% が大絶賛。け、俺 1% の方じゃん。途中で飽きた。男野原ひろし、出されたものは残さず食べる。白の散歩中、ハッピーエンドに。パソコンにコーヒーがこぼれた。しかしこの惑星の缶コーヒーはうまい。すいません、あなたが木材にしか見えません。カンナで削ろうと思います。木村です。試験中に焦ること、消しゴムを落とす、鉛筆の芯が折れる、3回連続う。おいしいお抹茶作ろうね。両者ウインナー。こんにちは。入ってくんなよ。ご迷惑をかけて誠に申し訳ありません。今しばらくの間お許しください。これで満足か。首のブーさん、密売人。このトンネルは出ると聞いて、どんなごちそうが出るのかとやってきたが、さっきから物音ばっかりでスープの一つも出てこない。貴様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 、名前を思い出せない。最近背後霊が慣れ慣れしい。午前1時の猫カフェ。水の節約のために国から派遣された水かさばしましたい。名曲のタイトルに一文字追加して残念な感じにしてください。それが大惨事。3分間逃げてたら何個勝てた。そこにいた日々はまさに地獄だった。ウェイ系しかいない文化祭実行委員、そのパートが終わらない。ピンクおっさんじゃねえか。えい、何がリモート面接じゃ。出会え出会え。目が覚めたら知らないおっさんに膝枕されていた。映画や漫画のタイトルに汁をつけて台無しにしてください。くれないの豚汁。4日前に食べた唐揚げの味を思い出して笑いが込み上げてきた。ショータブツ、おっぱいペロペロー。たかし、町が返せと言うけどお小遣いあげるよ。やったたかし。食事の前にはなんて言うんだっけ。審査の方を始めます。何が4600万じゃ。わっしゃー、遠慮なく2億いくぞ。部屋をこく直前に言うとかっこいいセリフ。今からお前たちを試す。逆に何があったと思います。あなたは EU に含まれますか。何回席替えしても毎回好きな女の子の隣になる運与太郎さんの悩みとは。自分の隣が嫌だという理由で何回も席替えが行われていることを知っている。美女が野獣。東京空港は千葉にあるみたいなことを言ってください。俺の給料は妻に行く。調査中佐大佐中佐大佐。ギリギリ共感できそうな偏見を教えてください。ボケてやってる人は TikTok をやっていない。家に帰ったら知らない人がくつろいでたけど許そうと思う。これは砂糖だ。土俵前がザーつき出した。あと40分もあるの。45分コースで5分で撃墜。上に行く
と思って乗ったエレベーターが下に動き出した。計画性なし。電柱まで届くかしら。いやー、首は3つでも卵を1人1パックだけですんで。ガクトが隣の部屋に入った。足を組む、足を大きく開く、持たれる前かがみ、思い切って助走する。うちの鳩時計がなんか違う。俺と結婚してください。え、渡す。嫌な上司が早退した。それまで猫かぶってた。 IQ が2しかないひろゆきが言いそうなこと。なんだろう、それゆけ看板マン。顔が濡れてちょうどいい。昔から兄とは年の差が変わらないんですよね。ドラゴン桜。おしゃれな悪口を言ってください。グッチばっか。クロちゃんは異世界に転生する。水曜一緒に病院へ行こう。フワちゃんを初めて見た人。アフリカでは1分間に60秒が過ぎています。奇遇ですね。私もです。ハリウッド最強師匠。ミスド跡地。ノーベル参加賞。ワールドカップ。よう、俺だ。リア充は熱々。俺も熱々。つまり俺はリア充。それじゃあ、江戸時代のテレビドラマのタイトル。逃げるは恥ゆえ腹を切れ。嫌だ嫌だ、上野には戻りたくないの。こんなアミューズメントパークは嫌だ。9割の女性が恐ろしくて乗れないという絶叫マシン。体重計がある。できるできる、お前以外みんなできる。将軍様、危ないですから前足を出すのはおやめください。いや皆さん、私です。それでは、ここはどこ、私は誰。主人の浮気現場は取れましたか。浮気発見後、彼女より彼女の友達から全方位でフルボッコリされるのず。小説家とかけまして、スパイファミリーと解きます。その心は。どちらも隠し事だらけでしょう。1たす1は田んぼの場。あ、フグタ君、今晩いっぱいやっていかないから。いかないよ、アナゴさん。次回、着稼ぎのためにベジータ散る。うわぁ、いただきます。言い忘れてた。どうして大人は宿題しなくていいの。解けない問題ばかりだからさ。医者も患者も先端恐怖症。ジムおじさん。時々左のロッカーから現れては右のロッカーに消えていく。強制しといて、お前はそれかい。なーに、心配いらねえって。そのうちどっからともなく現れるさ。こいつと友達になってからよく物がなくなる。いや、みんな俺だ。兄がまたボケてのネタにされている。名作のタイトルに一文字加えて内容を嘘っぺらくしてください。クージ約束のネバーランド。自販機。人類は滅びる。まったく困ったもんだ。さよなら天さん。体育が苦手な人にしかわからないこと。ボールは友達じゃなくて狂気。許してくれよ、元に戻してくれよ、ブック。ありがとう。パンツ見えた。ピッコロで魔王の香り。卒業おめでとう。ところで君は何年生なのかな。あー、虫歯ですね。俺美容院行ってるんだぜ。サザエさん最終回。知らない男の子がめっちゃ肉頼む。ご飯炊けたわよ。冤罪防止。カモンベイビーアフリカ。問題です、この新次郎は誰でしょうか。リモート成敗。仲間になりたそうにこちらを見ている。仲間にしますか。はい。あのゾンビグルメだと思った瞬間、前菜から食べた。なんで俺たちに言うんだ。ストップ海賊版。はい、次の人。ガス栓の閉め忘れを確認しに行く必要がなくなった。時は来た。お母さん、こんなに立派になりました。これが福岡県の嫁入り道具一式です。柔軟剤で対応する。だから言うてやろう、言語設定いじるなって。それってあなたの感想ですよね。うるさい時や。海中で暴れろ。あまちゃん、待って、もう少しで思い出しそう。はい、会議室です。お前は今までよく頑張った。だからもう、いや、みんな俺らはやらなくていいんだよ。やっぱ何も履いてないと気持ちいいね。おーい、お茶。喉から手が出るほど欲しかった。前の島を追ってくれ。なぜお題を吉田沙織にした。わかっていたはずだ。どうなるのか。人間めバカが。桃太郎。かっこ無課金。勝手に引退させられる。早く寝なさい、弟が欲しい子供たち。テレビのケーブルをつないだら男はどこへでも現れる。 NHK。 サトシ殿、ここは10万ボルトが適正かと思うでござる。ピカチュウ。そう呼ばれていたこともあってね。待って、僕の顔。よってママお年玉横領罪で有罪とする。カーブスライダーボーリング。こんにちは。カチカチ山セカンドシーズン。お客様にプリウスはお売りできません。なん
だと？先っちょだけ？お前母乳になりまずやがった。なんでわかるんだよ。ズラだろって言ったらそれを超えてきた。え？俺でもデートしたことあるのにみんな学校行ってたのにデートもしたことないの、やば。学校行ってて暇がねえんだよ。そして私の目的はこのクラス、そしていずれはこの学校中の先生と我が物にすることのサプライボーイタラバに開くぜ。4回目のワクチン打ってから様子がおかしい。やあみんな、俺だ。こいつは顔なし、俺は金なし。それじゃあお前が生前にした悪事を飲めよ。悪事なんかしてないし。地獄行きだ。ボールはとも発泡スチロールじゃねえか。ちょっと男子ちゃんと掃除してって言われた時に言うとかっこいいセリフ。サボる俺らはゴミ。注意できたお前は学校の誇りだな。2番たくさんの唐揚げまだ。いやみんな俺だ。みんなは幸せでイエイ、俺はイエイ。それじゃあレゴを避けたけど隣のトミカを踏んだ。初めてジムで筋トレした翌日の朝。ソースはあるんですか？飲んだわよ。初対面の人がボケてみんかどうか見分ける方法。いや俺だ、あと挨拶してみる。この技の技名を教えてください。ユーマーハー。セクシーなククを教えてください。アンアンガン。いやみんな俺だ。飛行機は浮く、俺は飛行を繰り返して社会で浮く。それじゃあブレーキも効かないしアクセルも効かないし、なんならエンジンもかからない。コナンが伸びただとすると、あゆみちゃんが静香ちゃんで、見て彦がスネ夫。俺ができすぎか。こいつの悪いところを言ってください。すぐ暴力で解決しようとする。飽きたり忘れたりしないでずっと大切な友達として遊んでくれる。約束できるね。できる。トイツ通り6体目。相手は四天王って聞いてた。くす玉終わったら出てきた。見たことないけど多分イカゲーム。細かすぎて伝わらないモノマネ選手権裏側。ここはニトリよ。あ、お前モスクセーだ。ワヌ別名クロコダイヌ。ヤムチャ選手は驚くなかれ、あの亀仙人こと無天老師様のお弟子さんなのであります。ちなみに私でも勝てます。動揺をブラックにしてください。課長さんが飛んだ、地方に飛んだ、精神的にやられ壊れて消えた。なんか仲間と思われてる。小顔ということだけは嘘はなかった。ナースコールの電池は抜いたわ。さあ飲み会行くわよ。危機的状況。投げるな落とすな偶然を装え。毒。昨夜私に返しだとか言ってひどい格好させたわよね。コナン君の宴会芸、昨日見た死体が泣くほど面白い。サトシに捨てられた。あげられないまま放置されたエビフライ。私は UFO キャッチャーよりクレーンゲームの方が得意です。心配事の9割は起こらない。期待したことの9割も起こらない。一つだけ教えておこう。君はこれから何度もつまずく。でもその度にまたつまずく。サーダイさんと鋼の錬金術師がコラボした時にありがちなこと。君のような生きのいい柿はフライだよ。二度とやらねえから。ケツに刀刺して四刀流。ワンチャンいけると思った。立てこもる犯人を説得する小泉進次郎。早く出てこないとずっとそこにいることになるぞ。頭天が天が。モテない俺がついに生み出してしまった天がの妖精。仕事のミスは逃げると倍になるが、部下に押し付ければ半分になる。ヒカキンさんは目が悪いのになんでメガネしてるの？あ、小泉さんいつもスパチャありがとうございます。すごい。政治家が小学生に論破されてる。機動戦士。化粧落としたらバケモンじゃねえか。マジどんだけだよ。一行がついにマジ列した。お互い早く大人の姿に戻りたいもんだな。俺の家に誰かいる。謎は全て解けた。試験中は静かにせえ。ギャルソネのウーバーイーツ。まばたきしただけなのに体調悪くて保健室行ったがなんやかんやで悪化した。30年ぶりに再会した息子との会話より歯に挟まったもやしが気になる。こんなものまで持ってやがった。今じゃケツを拭く髪にもならしねえってのにや。森へお逃げ。ねるねるねるねの禁断症状。トロッコ問題に答えるひろゆき。そもそもなんで路線にいるんですか？こういうことだ。俺に彼女ができる確率。家庭菜園してたら余計なもんまで生えてきた。漫画やアニメのタイトルまたはセリフを少し変えて絶望感を晒し出してください。崖の上の捕虜。コロナ治ってから冷たいもの食べると歯が痛いんだ。虫歯だよ。コロナの後遺症かもしれない。虫歯だよ。あの名作タイトルを少し変えて梅雨っぽい感じにしてください。バイオハザード。お客さん毎日うちの店に来るけど私に気があるの？店員さん毎日この店にいるけど休んでないの？あの花瓶は誰でも割るって。醤油のどこからでも開けられます。開けた
結果。テストの答えが教室内にあった。早すぎる。トイレに入った瞬間ノックされた。遠回しにデブと言ってください。お前キャッチャーな。いやみんな漏れた。なんでやねん。あかりちゃんご指名入りました。無限の彼方へさあ行くぞ。多分声をかけちゃいけないタイプのおじさん。大きなカップと美味しそうなパイですね。あの名作のパロディ AV のタイトルはイニシャル DT 小泉進次郎。自分のターンが終了した時正解引退。給食の牛乳ってミルクの味がするんだね。さかなクンの決め台詞はギョギョギョ。ではお肉くんの決め台詞はギャー。わしが出ましょう。すぐ戻ります。ご安心なすって。マスの個室トイレにいた救世主。そ、創立記念日だから。転生したら段ボールの子猫だったけど今は幸せである。いや俺だ。ここは大自然だ。そして俺がここにいるのは不自然だ。それじゃあ表裏一体非常事態。日本人全員から1円もらえばお金持ちぐらいの暴論を考えてください。070000000000から09099999999までかければ白石麻衣につながる。野原くんなのかな。押すなよ絶対に押すなよ。レベル99。どの電卓も答えが違う。放送コードギリギリ OK の競走馬の名前を教えてください。ギターのミサイル。いやみんな俺だ。この絵を描いたのはダヴィンチ。俺の生活はザ・ピンチ。それじゃあ緑ピクミンは餅に弱い。7文字で自分が緊急事態であることを伝えてください。もう手で拭くしか。迷彩って3000色あんねん。さては君友達いないね。お遠回しに行ってください。先生とペア組もっか。また落としちゃった僕下手ね。カメラ止めて。3年 B 組ドンパチ先生。夢の見たさんの夢見ちゃった。どんな夢。バーン。あら夢では貫通してたのに。辛かったダイエット教えてください。我慢ばかりの食事制限。きつすぎる運動。1日3食キャラ自撮りめっちゃ漏れた。テラフォーマーズ。真の JK は誰だ。この世から消えても2ヶ月くらいはみんな気づかないもの。2000円札。ポチダメでしょ。返してください。異性の定位置見ないでよ。気持ち悪いんだけど。面接にとんでもないのが来た。もういいかい。もういいよ。だから俺だの人じゃないって言ってんじゃん。ことわざをチャラくしてください。可愛い子には声をかけろ。気づいたら変なアプリが入ってた。ほら足元がお留守だよ。今テレビの音が聞こえましたよ。縄張り争いをする焼き芋や。袖を返してください。ミーはキャット。ダメだっちゃ。うるせえやつら。知り合いかと思ったら知人だった。 1×1 は1なんですよ。よって 2×2 も。記録を大きくしてコインをもらう仕事。あ、椎茸。初めての黒柳徹子。僕をほったらかしてあんなに楽しそうに。見たろ。警告。水深1メートル付近に偏差値34を確認。のび太です。このカップ麺ご飯やないかい。俺に命令するな。自己中。おばあさんはスズメを捕まえてハサミを持ちました。スズメはラフェリー狂気狂気と言いました。リモート講演会開いたのになぜか現地に誰も来てくれない。もう天なのどうでもよい。成長したチャオズ。よし増税だ。それ俺のネタじゃん。まだ透明に慣れてると思ってる。倒したアロマキャンドルの火がどんどん燃え移っていく。ドはドつき回すぞ。のどれは冷凍マグロでドつき回すぞ。のれ反抗期。たタラちゃんかい。そうだ。今を持て余した神々のお茶かい。母ちゃんじゃね。ただで家泊まろうなんて甘いよ。体で払えばいいんだろ。僕ってよくバズるんですよね。おむそばの妖怪。平成だか令和だか知らないけど昭和では許されなかったぞ。蝶よりも花よりも螺旋が好き。ボケてください。飯はまだかの。見た目は大人、頭脳は子供。それっておいらを誘ってるんじゃないの。何しに来たんだお前。チェンジの仕方がえぐい。壊して。
い。ダミの作ってる横に明らかにヤバいやつがいる。あの有名なタイトルや名言に100円を入れてをつけて台無しにしてください。ハウルの100円を入れて動く城、10年ぶりだな、しんのすけ。キノコ派 VS タケノコ派の論争にせんべい派が割り込んできて放った一言。甘いよお前ら。あいつの頭にもシンバルをつけてあげなさい。平成ボケて国際大学卒業式にありがちなこと。やあみんな俺だ、パイパン。儲けはありません。こっち来る。黒くて太いのが好き。小さ。何よ、そこはリトルリーグなのね。ヨンマとかボルト、お前だけでも間に合え。急いのでたろー。陽キャと陰キャの決定的な違い、帰宅スピード。早くても遅くてもダメ。24時間テレビのマラソンの闇。話せブス。ロート製薬10年ガチャの確定演出でありそうなこと。2階から目薬が入る。クラシックなブライダルをお願いしたはずがなぜかジュラシックなサバイバルに。もう僕なんてどうでもいいんです。溶けたピノ。超メンヘラなヒロユキ。どんなの、なんであなたの感想ばかり言うの。はっはっは。ベジータなんか使うからだぞカカロット。行ったことないけど多分スシロー。もう男子っていつもこうよね。誠に申し訳ございませんでした。謝罪会見。宇宙の広さに比べれば僕の体脂肪なんてちっぽけなモンスター。和菓子を必殺技っぽい感じで叫んでください。カリトー。へぇ、呪術回戦見てるんだ。ディオ。お前は今まで食べたパンの枚数を覚えておいた方がいい。トイストーリー。眠れないんだ。いい加減に帰ってくれ。え？何言ってんですか。タイはオスだぞ。たまたまついてたもん。たまたまはいつも2つ。やあみんな俺だ。むしろ見てみたいサザエさんの予告。こんばんはイクラです。寿司三昧。進化先がヤニ中かアル中しかなかった。スピッツ夜をかける。夜遊び夜にかける。この次はネズッチ夜とかける。オースを使え。木出しの上から3段目だ。恐ろしいほどにバカなのか。記録的な猛暑です節電をしてください。さようならドラえもん。まだ薄切りの時のジェイソン。小学25年生。見たことないけど多分タイタニック。僕の将来の夢は増税です。まあ振り込むお金はないよ。いやみんな俺だ。こいつはニモ、俺はヒモ。それじゃあ街の中心から一時騒然。エヴァ集合機暴走。少年を現行犯逮捕。働いた分の金くらい払え。まずは働いてくれ。さて無農薬の恐ろしさ見せつけてやるか。この辺に銀行ありませんか。こういうお店は初めて。いやみんな俺だ。この人は登山。俺が入ると会社が倒産。それじゃあこのまたたびやばいんや。黒人さんもぎたて。何かしら。サイズは悪くないわね。旦那よりでかいわ。ハリーポッターの舞台が日本だったら怒りそうなこと。ハリー廊下に立っとれ。陽キャの校長先生の全校集会でのつかみの挨拶とは。皆さんが静かになるまでテキーラ一本開けました。セクハラデカの決め台詞を教えてください。下のお口に聞こうかな。目からビーム出しただけなんです。いっけね、家に翼忘れた。さっきからお腹が痛いって訴えていた山岸くんが急に静かになった。ねえくちゃ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 何食べてんの。ねえマナー講師の先生に怒られるよ。笑ってはいけない猫カフェ。アンミカってな200人おんねん。やばいぞ NHK が来てるぞ。お帰りなさいあなた。今何時かお分かり。試着してもいいですか。3分クッキング残り10秒でまだ野菜切ってる。会社が激務なので辞めることにした。眠れない。いざ辞めると不安で早く出社したい。きっとキャッ。昨日のこと何も覚えてないんですが、なんかしましたか。何やってんだお前。午後の紅茶を午前に飲んだ。ビーン。告白断られた上に落とし穴。もし負けたら記事を整理しよう。クッククック。どうやら午後の数学の授業が効いてきたようだな。それってあなたの肝臓ですよねって言わせようとしてますよね。星野源のしっぽ気持ちよすぎるだろ。さあ、顎はどこ行った。今食べてますよおじいさん。おう、そうじゃった。聞き方のあいうえを。相手を見ていい姿勢でうなずきながら笑顔でお会計よろしくお願いします。桃太郎ごと聞いてもうた。ジャイアンのバケン。殴られる5秒前。まあブラにするとかっこいい言葉。ワンドエン
ージ大卒高卒小卒セクハラデカの決め台詞を教えてくださいじっちゃんの顔にかけてドゥフフ僕はフパフマはい皆さんが静かになるのに3秒かかりましたハプリング引っ越しセンターに引っ越しを頼むとどうなる来ないあ俺だクセだ殺して俺のじいちゃんずっと叫んでるけどまだエンジンかけてないブワーキーこれは栽培版の分次はラッパの分だブワーキー冷静に考えたら結構いい暮らししてんなお前好きなのは君だけあデータあるんだおかんマジシャンと不倫してるななぜわかった上半身と下半身がずれて帰ってくるはぁ、あ、俺って自分に厳しすぎたかな赤髪海賊団大頭赤髪のシャンクス40億4890万個のご発注した伝説のバイト鏡を見て3時間以降の記憶を必死に思い出すまた隣の席になったね席変えてもらえないか先生に聞いてみるね湯気で勝手に開いたカップ麺ドゥフフフ1200円スマイルが有料だった上に思ってたのと違った意味がわからない怖い話帰ってきたら嫁が無言ウサギ飛び100回はひゃーどんな災難だねあドラえもん助けてまだ90回残ってるぞ乳首当てゲームーNHK をぶっ壊す10本アニメの最終回が独特な最後2分59秒経過健康的なエッチしてみないはいプレステ3 5万円から19万円物語はここで終わりじゃねえぞプッシュー夜食タイムトイレ行くのめんどくさいなジョードラえもんの鼻が錆びてきた先生患者さんはもう帰りました具志堅用高みたいなイントネーションの言葉を言ってください不機嫌女房トリプル決断と実行を検討する自民党マツケンサンバ朝日の記事はいつも炎上してるな水の呼吸質問は一人一つまで何度でも大丈夫ですたかしなんで学校でいじめられてるんだい、はあ、またジジイがリードだけ持って散歩行ったママどうしてパパ埋めちゃうのパパは知りすぎたからよ僕だけの力で君に勝たないとドラえもんが安心して帰れないんだ死んじゃいやんいやみんな俺だこの子はコナン俺は生きるのが困難それじゃあ4月3日今日はミサイルを見に行きました楽しかったです少女とやりまんレントゲンに異常はなくて尻尾を出されたんですけど痛みが引かなくてでは妊婦の流れを良くするマッサージを始めましょう恥ずかしがらないでくださいね塩にするかタレにするか燃料を変えてから様子がおかしい思い出すなあそこでのあれメイウェザーちゃん生死をかけたガチ対決何も知らない男 VS スズメバチカルーアミルクをカルーア抜きで大人になると分かる美味しさよね人の不幸ポンデライオン2歳なんなのこの人たち仕事何やってんだよボケて常連組大人チャレンジ食べ物で遊ぶな熱中症で倒れてる時に飲まされたら嫌なものアポトキシンすごく大きいですどうやら怪盗紳士はベッドの上では紳士じゃなさそうだぜアラーセールスマンおじいちゃんが皇太子お父さんは生え際が皇太子衆議院と参議院の違いを簡単に言うとバカとアホで帰りは誰が運転するんだ1万人の美少女と1人の男の子が混浴するとどうなる1本 VS1 万個収録日以外だろ気安く話しかけんななんで日本人に修復依頼したんだ小泉進次郎氏が衝撃のカミングアウトその内容とは実は内緒にしている秘密があるんですさあどっからでもかかってこいよあなたの携帯英雄だな手始めに通信障害にしてやろうお帰りなさいあなた本当に出張だったの立派に育ちましたね緊急事態レベル1お客様の中にお医者様はいませんかレベル10お客様の中にジャンボジェットの操縦経験のある方はいませんかレベル100お客様の中に飛行機はいませんかいやみんな俺だフロリーは敗北寸前俺は人生に敗北宣言それじゃあ父飲むかおい生殖器なに女子限定のギルドのオフ会当日遠回しにこれ以上300円の皿を取らないでと伝える方法を教えてください今日のあなたのラッキーカラーは塩パン暴力じゃ何も解決しないわよよし次はソフトバンクだそれあまり人に言わない方がいいですよ趣味はボケてですあこの顔に見覚えあります犯罪者の言うことなんか信じられない
られるかよ。若鶏のカツアゲ。またどっかの誰かの痛いのが飛んできた。ジーンズが似合う35歳。似合ってないし35にも見えない。おっしゃおっしゃ、もうした動機などあるか。甘えるのもいい加減にしろ。いやみんな、犯人は俺だ。それだ、アンパンマンのお話で気まずい展開にしてください。お腹空いてる子供が小麦アレルギー。大丈夫よ、先生怒らないから顔上げてちょうだい。その代わり一つだけ教えてほしいの。先生のコロナ回復だ。ペアルックでデートに来て悪いか。この後二人はプリキュア。それでも株は抜けません。猫のおかずといえば魚だよな。よし、安倍のクライマックス。どうして七つ子だったこと今まで黙ってたの。子供を預かっている。返して欲しければ1億円用意しろ。しまった、この電話経由だ。地球最後の日にクレーンゲームをしました。何が取れた。頭のネジ。もっと振り込まなきゃ。塩って塩分高いじゃないですか。アンミカが言ったら怖いことランキング第1位は。血の色って何種類あるんかな。これはクリリンの分。エビフィールド絶景。タマネギの下処理をしています。タマネギの下処理をしています。タマネギの下処理をしています。懲らしめてやりなさい。俺に怖いものはないぜ。俺もだよ。排水口を追い出された。ポチッと。ウィンウィンウィン。少年の日の思い出の大義語を教えてください。認知症。サザエオールスターズ。湯切りに失敗した時に言うとかっこいいセリフ。よう排水口。どうだ、見えてる。節電中。それではヤーミンナ症候群について説明します。ヤーミンナは俺だけだ。ヤーミンナは漏れた。ちょっとでも開けたら入り込んでくる NHK 職員。逃げろ、自爆する気だ。パワーポッターとマグマのスパゲティ。なんで朝から噴水に使ったハンバーガーを食ってるんだ。朝バックってこういう意味じゃないの。叫ぶと必殺技っぽく聞こえる文房具、ワイルバインダー。どんな抽選でも必ず当選する運与太郎さんの悩みとは。百発百中で子供ができる。この状況で入れる保険あるわけねえだろ。にゃーん、弟が目覚めてしまった。したいのは僕。おーい、ねえ、さあカジーさん。子供がカブトムシ取ってる途中でしょうが。僕らは庭石だぞ。僕とアイガンサムソンは固い友情で結ばれているのさ。あの精神状態じゃもうテレビ出演は遠慮してもらうしかないよね。ジョイマン高木がストーカーしてる時に言いそうなこと。帰り道追跡、下着に体液。イエイ、モスはうまかったか。取ったぞ。なんでわっちゃん男の子のくせに女の子の人形好きなのよ。気持ち悪い。喜ぶな。野球中継を見るんだ。いや、全日本キャットショーだ。やだ、プリキュア見たい。自由飲酒と肝臓をぶっ壊す。人間は愚かにゃものです。特にお前。やあみんな、このゲームはつぶつぶ、こいつの人生はつぶつぶな。長野県さん。せやからキノコは火通さなあかん言うたやん。顔キャにすると面白くなりそうな団子。インキャ帝国。一発殴ってあとは逃げ切る作戦。やあみんな、俺だ。子猫は可愛く泣く、俺は面接に落ちて泣く。それじゃあ猫まんま。あ、猫まんま。10代女子がおじさんを感じる顔文字トップ10。10代女子がおじさんと何のやり取りをしてるのかを知りたい。アイスコーヒーのホット買ってきて。どっちだよ。磯野、明日僕に誘われても絶対に野球はしちゃいけない。未来を変えるんだ。帰れよ偽物。中島は未来より野球を優先する男だ。あの有名なタイトルや名言に遊んでばかりのをつけ出して台無しにしてください。遊んでばかりの我が生涯に一片の悔いなし。ハッピーエンドに幽霊を乗せてしまった。しかし料金は支払ってくれた。どっちの方が好きですか。口の方がうまいと言われます。減らず口を叩く。種なしだけどな。ある程度上空でタケコプターを募集する遊び。はいはい、皆さんが静かになるまでに先生は悪役レスラーに転職してしまいました。付き合ったことない男子ってなんで彼女作らないの。女の子嫌いなの。俺と会ったことのある女子ってなんで俺の彼女にならないの。俺のこと嫌いなの。この世界ってトイレじゃん。渡部が開き直った。いやみんな、俺だと聞いたら涙が出てきました。プリップリのエミテンや。ペットのザリガニでした。トイレを我慢して走っていたが、もうそんなことはどうでもよくなった。先生、あれは何。カメラマンじゃ。あっち向いてウィー。松本、遠藤、田中、山崎、あと高志、ベッドの下掃除するわよ。それではヤーミンの症候群について説明します。まずはこの画像をご覧ください。何
何か分かった方はすでに末期症状です。驚愕女子、女子校の女子、コインランドリーデート、尿管結石、尿管結石。ほう、なんともしっとりしといて激落ちくんとは思えない。あちらのお客様からです。子連れ様 10% 引きでるヤバい客が来た。親切すぎる井上、可愛すぎる木村、中島すぎる磯野。これはなんとしたことじゃ。ハズレガチャじゃ。うちもマンション買って引っ越そうよ。気安く言わないで。マンションいくらすると思ってるの。腕抜きに言えば一発で叶えてくれるんだろ。ほなワッフルと違うか。ありそうな国名。何しに来たん。プレイステーション、プレイステーション3、プレイステーション5。真実はいつも一つやけど、解釈は200個くらいあんねん。1たす1はなんぼだす。1億や。やあみんな、わしじゃ。僕のピンがまだ1本立ってますよ。みんな私から離れるんだ。私があいつに飲み込まれる前に。サザエでございます。ねえ、チャージするの。うわーい。旦那よりいい。お客さん、延長しますか。食物連鎖。ボケてー。ボケ。やあみんな、俺だ。私がこうしたら寝起きのタバコでしょうが。で、ここ足場ないやないかーい。ふう、じこちゃーん。なんで全裸で万引きをしたんだ。自由研究でどっちの罪になるのかなって思って。ねえママ、なんで勇者様は壺を割ったり炭素をあさったりしていったの。一人を笑うな。劇団一人にとんでもない敵が現れた。コスタカット。日本かな。鳥人間コンテスト。何を言ってるんだ君は。いつまでも新人気分でおるなよ。はっきり言ったお前は今会社のお荷物や。入社して3時間でこれを言われた。仲直りをしよう。こっちは最高裁までやった店員やで。やあみんな、俺だ。将棋は相手の王将を詰めると勝ち。俺は人生積んで負け。それじゃあエッチですか。好きですよ。ガントリーマーム、乳首真っ黒。これを渡しておこう。特にジュリページの尻がいい。下着売り場で言ったことのないセリフを言ってください。すぐに装備していくかい。ご迷惑をかけて誠に申し訳ありません。今しばらくの間お許しください。なんで俺が。この胸の鼓動聞こえるだろ。好きなんだよお前が。結果発表。ありそうでない観光名所、ピエールの滝。先生、バナナは上の口で食べるものですよ。いやみんな、俺だ。エレンがつけているのは立体起動装置。俺がもらったのは非正規雇用通知。それじゃあ。いやみんな、俺だ。これは社会の縮図。俺は社会のクズ。それじゃあ。もしいろいろなキャラクターがいやみんな症候群になったらありがちなこと。いやみんな、俺だ。いやみんな、俺だ。俺はアルゼンチンのバナナ、俺だ。ムーミンな、俺は。いやみん、オスオラゴク。いやみんな、すごい、こんなにたくさん。初めてのコストコ。おじさんも君ぐらいの時は子供だったんだよ。仮に私が犯人だとしましょう。なぜ全身が黒くないんですか。たかしくん、どうして遅刻したのかな。あなたには僕が見えてるんですから。二人の仮面ライダー、もう一人は誰だ。バカ野郎、そいつがラパンだ。俺、望月さんが好きです。また殴られたいの。なんでわかるんだよ。先生、髪ないですって言っただけ。ハゲた男たちが見頃。伝次郎先生が本気を出したら怒りそうなことは。核融合。ここで兼用。ああ、この感覚立たされる。ハズレミク。お前らとっとと帰りやがれ。残業なんて許さないからな。誰だお前は。やあみんな、俺だ。教えてちょうだい。周りの半分は何なの。利益を。マスオ君、なんかずっと糸が映ってるぞ。貞子でございます。フリーです。よろしくお願いします。背中の傷は剣士の恥だ。好きあり。たくましく育てよ。じゃあな。罪を犯して逃げようとした男がいたんですよ。なーに。ああ、お前どこ中だ。これは浮気した私の分。もう僕の父さんは県政府の環境部長なんだ。それに僕はクラス一長で真面目だし、成績も優秀なんだ。俳優を降板した代わりに適当に AD を使ったら思いのほかうまい。人気漫画で一文字足して格好悪くしてください。ゴルゴ1/3。僕にとって人間はあれと同じなんだ。頭痛が痛いみたいなことを言ってください。小泉進次郎。地球最後の日に歌う曲は明日があるさ。いやみんな、俺だぜ。これは空を走る稲妻。これでかっこいいよな。じゃあな。いやみんな、俺だ。彼は新入り、俺は無償入り。じゃあな。
やあみんな、お湯だ。なんて言っている？どうせとら見てねえで札崩してこいや。はい、初めてのおっぱい。熱中症の初期症状、発熱痙攣頭痛。おや、症状の様子が。嫁に送りたい言葉か聞くけこ。かわいいよ。綺麗だね。苦労させないよ。結婚してよかった。こんなにブクブク太りやがって。エロ本の斬新な隠し場所とは？エロ本の中、命乞い。ググルカスと叫びたくなる瞬間。 GDRKS ってどういう意味ですか？クックック、油断してるね。特大の部屋かましてやる。死人が依頼だと？あっぶねー、溺れるところだった。挽回、アディオスマドファッカー。やあみんな、俺だ。これは金庫。これを盗んだ俺は金庫。それじゃあまたな。やあ、それって俺だ。その感想ですよね。何度も言いますけど、私はやあみんなの人ではないですよ。やあみんな、俺だ。やあみんな、アイニャ。やあみんな、私だよ。いつもボブを見守ってくれてありがとね。ママ、やっぱり USJ がよく。お客さん、悟りは初めて？人間、ココアだとかバニラだとか、それが生命につける名前かね。来ないだから、言おう言おう思ってたが。帰る？未来の世界へ？僕が？いよいよ天下一武道会か。カラオケ用意しときますね。仲間や筋肉くん。区で始まるどうでもいい芸能ニュースは？くまモンの中身のアルバイト男性56歳熱中症で搬送。お、揚げパン、これ大人気だったな。パク食品サンプル。来週金曜日に抜き打ちテストを行います。父の父なんていらんわ。いやみんな、俺だぜ。これはオーロラで、つけよな。じゃあな。いや皆さん、私です。後ろのゾウさんは親がいなくて泣いています。私のゾウさんは相手がいなくて泣いています。それでは。いやみんな、俺だ。ソニーはウォークマンを作った。俺は終電を逃してウォークマンだ。それじゃあ。俺も。いやみんな、俺だって言えば人気出るのかな。ボン、始まるよ。ピカソは絵を描き終えるとこう言った。なんだこれ。今日もちゃんと言いつけは守っているようね。かぱー。はい、フリーザです。ピザ200万枚お願いします。聞いた？のび太が100点取ったって。本物ののび太さんを助けに行きましょう。見てください、両手を使えば10まで数えられるんですよ。ベンザブロック。うんね、そうだね。ドブロックの幼少期。やあみんな、俺だ。ここはスーパー銭湯。ここから俺が無事に帰れる可能性はスーパー銭湯。また会おう。のび太くん、近くに見えてるだけで実際には遠いところにいるんだから、君のパンチは届かないよ。集団ワクチン接種が雑。道案内。いやあみんな、国立公園のオブジェ。いや、なんかありがとう。のびちゃんの臓器高く売れてわ。いい加減消しカス投げるのやめろや。都道府県名をめちゃくちゃ上品な感じにしてください。山口県。お賃金ちょうだい。おーい。都道府県をめちゃくちゃ上品な感じにしてください。おなら。あざとらしい。たかし、ご飯よ。茨城。何をしているんですか校長。ブルートゥース。バカ野郎、ブリじゃなくてベリーズだ。弾が弾に直撃。スリーボール。出ていけ。ほな、荷造りしようか。やだ、急須で入れてるみたい。ジムおじさん。デスビーム。ピをビリしてかっこよくしてください。のびのびた。いや、僕だ。ピカチュウはポケモン、僕はノケモン。こんな感じでいいのかな。それじゃあ。はい、みんな、私よ。これはインスタ映え、私はハエ。じゃあね、チャオ。やみんな、俺だ。もう毛がないし、もう毛もない。それじゃあ。やみんな、俺だ。彼らを笑わせるのが仕事。俺は笑われて無職。それじゃあ。いやみんな、俺だ。の仕事が決まった。よかったな兄貴、日本で売れて。なるほど、こいつは思った以上にできるようだな。クックック、それだけ。俺から紹介する話はこれまでとはレベルが違う。7の段だ。ホトトギス、上から呼んでもホトトギス。 Google 検索やり方。できるとすごいけど意味がない。ボケて殿堂入り。マルさんたかれた。おい、高齢者がハンドルを握るなって。引くよ。ちょ、訳やめて。予定がある風にないことをアピールしてください。予定がない。あるよ。起きろ、攻撃されている。夢だ、これは夢だ。目覚めろ、起きて戦え。待ってくれ、あと4円出す。アンガールズ。300キロでバイクに乗ってるやつがいるという通報があったが、思ったのと違った。せっぱだかになりなさい。ほうほうにすると面白くなりそうな単語。ほっけっきょ。見ててあげるから向いてみて。あ、うえ。
鼻にセミめり込んでますよ。治りなさい。小中学生10年で100万人減少。卒業させなきゃいいんです。話しかけづらい人。3位、機嫌が悪い人。2位、普段あまり喋らない人。1位、話しかけづらいとは失礼なテーマだな。だいたいこういう感覚的なことをランキングにするというのは何を基準にだね。牛の断末魔の声に支えられて111年、ビーム光線、ユーマの休日。話はあとだ、ノリね、回すぜ。あなたといるといつもいつも嬉しすぎて笑顔が溢れて夫が邪魔になる。あんこ入れ忘れちゃった。パンマンだな。我ながら注意力パンマン、いや3万だったわけか。全国俺の嫁はすごいんだぞ選手権優勝者のコメント。お前らとは次元が違うんだよ。ごちそうさま。さてと店員さん、あんた足には自信があるかい。見ちゃいけないおじさん。私の好きなのキー君だけだよ。好きや。手をつけたすと面白くなりそうな映画や小説などのタイトル。平成たぬき合戦ポチッポコ。お前のようなゴミでも働ける仕事持ってきたんだ。何度失敗しても見捨てない上司。ダメなパパの行動。馬しかいない動物園に連れて行く。クリボー目線。いやみんな多分俺だ。 NHK 教育の新番組。お父さんどっか行って。ナポリタンとかどうでもよくて、カレーは飲み物。いやわしも目を疑ったがね、何度調べても100点なんだ。のび君、それは私のセルフだし、君は0点だ。教頭も話すんかーい。ない。四天王が答えともなくなっている。花沢さんは心配ないよ。犯人だって好みがあるんだから。寝るやつはバカだ。みんな寝すぎだ。私は死後たっぷり眠る。そう言うとエジソンは。バカなこと言ってないでさっさと寝なさいと母に怒られた。またジャイアンにいじめられたのか。パンパンパンダ96と99。昼休み5分。お前も貴様にならないか。国名に一文字入れてスケールを小さくしてください。インドはさっさと体重計に乗るんだ。言葉が通じるのに話が通じないという、これは奇妙な恐ろしさだった。小泉進次郎サイン会。ごそりして面白くしてください。魚クソ。赤の他人かと思ったら緑の知人だった。この前1分が60秒に感じたんですよ。しかしこんな重い処分とは。窓際かと思いきや波打ち際まで追いやられた。悪いな、あの店4名までなんだ。アイドルというのは客から愛をドルに変えるからアイドルというんだ。恋をボイスに。小泉進次郎リアージュ。漢字一文字であのアニメを表してください。まこと。静香ちゃん、さっきなんで僕のことをしたの。なんでパター持ってきたんだよ。平たいのは群れだけでいいよって言ったのが最後の記憶。誰だ。見上げてください、天井がありますね。あーいあいあい、あーいあいあい、おさわりせんだよ。来たぞ来たぞ、あばずれちゃん。空が栗まんじゅうでいっぱいよ。関取。いやみんな僕だ。僕は進次郎。進次郎は僕。それじゃあ。いやみんな俺だ。ついにドット A になったぜ。こりゃ疲れがドットたまるぜ。それじゃあ。いや俺だ。この人たちはレジェンド。俺の人生はジエンド。それじゃあ。炎上してもう帰りたいって言ってたから燃やしてあげたのよ。おいやお前嫌い。ここで働かせてください。君の膵臓を食べたいの大義語。僕の顔を食べ。嬉しい5文字。ありがとう。愛してる。生でいいよ。塔を抜くと面白くなりそうな言葉。うかうかきょかきょくうかうきょかきょくうかうきょかきょく。パパも飲むの。ほらどうしたカツオくん。カツオの叩き。俺はみんなのもの。入道雲。なんだのびくん、まだ帰らないのか。帰らぬ人にしてやろうか。夏日、真夏日、猛暑日、命日。ナンパされたらどうすればいい。海上保安庁に通報。僕は悪くない。だって僕は悪くないんだから。小泉進次郎17歳。ブックオフなのに本ねえじゃん。上記のようなことを言ってください。国会なのに議論してねえじゃん。僕は首取れても大丈夫だけど君はどうだろうね。僕の友達神殺す R18号。やっほーほー。先生のお尻が破けた。見られたらそこで途中下車ですよ。天才とバカは紙一重みたいなことを言ってください。結婚も離婚も紙一枚。握りっぺだよ。何色だったっけあいつ。もっちり食感カリカリ梅。何の王になるだと。やっぱり2回言わないと伝わらないみたいですね。いいか、こいつがやみんな今日のボスだ。どんなことがあっても捕まえるんだ。0歳の人と100歳の人の共通点。去年の記憶がほぼない。残酷な天使。オバンゲリオン初老
き。あれ強く叩きすぎたか。ついに頭ぶっ壊れちまったか。まあいいか。クレヨンしんちゃん最終回。嘘つくのやめてもらっていいですか。嘘はついていません。クリ話をしてるんです。親が子に願うことを。強く育ってほしい。悔いのない選択をしてほしい。長年預けていたお年玉のことを忘れてほしい。この帽子をお前に預ける。俺の大切な帽子だ。試合に敗れ泣きながら陶芸部に入る高校球児。はーい、皆さんが静かになるまで騒がしかったです。やっぱり球技が良かったかな。プールで絶対にやってはいけないこととは。見学の女子に理由を聞く。先日助けていただいたサーティワンアイスです。やあ、たびたび俺だ。今君の家の前まで来た。それじゃあ謎など問題。バナナから連想されるもので、ケムクジャラでチンで始まるのって何。チンコ。それじゃない。しまえ。試合に敗れ泣きながら監督を埋める高校球児。同時に出そうとした三色ボールペン。じゃがいも入れまーす。お湯跳ねるから気をつけて。起きろ起きろ起きろ。恋バナしようって言ったじゃん。もう全部あいつ一人でいいんじゃないかな。山寺浩一、俺が一番輝いてた時期。いや、みんなこれは役目を果たした電車。俺は役目を果たせず退社。それじゃあ赤ちゃんみたいなベイビーですね。今度は麦飯に乗せて一緒に。むふー、たまらん。川口がこんなにうまいなんて。イエローだけど確実にレッド。ヒャッハー。法定速度は持ってやるぜ。好きにだって裏があるじゃない。おばあちゃんマミムメも孫が好き。味噌漬けを作る。昔の話をする。迷信にこだわる。もう振り込んだ。フュージョン。はっ、それって思った感想ですよね。イソロ野球しようぜ。日本共産党。ごめんイソロ、君から誘われる野球じゃダメなんだ。アフリカから帰国した出川。立派に育ったな息子たち。アンパンマンを探せ。この世の全てをそこに置いてきた。安土森山時代。名言格言ことわざの一部をキム・ジョンウンにして面白くしてください。飛べないキム・ジョンウンはただの豚。ドイツのようにド M 発言してください。さっさと縛りや豚よ。こらこら、事件が起きないからってデスノートはなしだろう。あ、ごめんなさい。キーポイントカードをお持ちですか。 Google マップでタップしただけなんです。ピカチュウ。子供のためなら私の疲れはどうだっていい。だから遊んでやったのさ。絶対に負けられない戦いが昨日だった。これ裏で組織が動いてるだろう。何？彼女ができない。私前職小学校の先生。ティーチャーがクリーチャーになってた。父親と父親。へっ、じゃあシュワッチ。謎などクイズ。おじいさんになったばかりの人がたくさんいる国はなんだ。ニュージーランド。心配するな、クルを見せれば何しても許される。 X ビデオ。今日からみんなと勉強することになった灰原愛さんです。みんな仲良くしてあげてね。わしじゃよ愛ちゃん。野球を断る磯野に用はないんだ。私の格好変かな。全然変じゃないです。ただ眩しくてまともに見れないだけで。では料金の説明なんですが、僕を拾ってくれたご主人が今日奥さんに捨てられた。嘘でもいいので100年後にも語り継がれる一体を考えてください。100年前はマスクなしで出歩けた。やだやだ、ピーマン食べたくない。もし小泉進次郎がドラえもんのキャラクターだったら。翻訳こんにゃくが効かない。先週入れたおっとっとがめっちゃ育ってる。次元の違う画力。シャチクの刃第1話、過呼吸。なんでだろう、お前が俺とだけだ。やめてくださいよ。ゴルゴ20先輩がいじってくる。リリ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 リン。今日の給食プリンですって。先生、のび太さんが具合悪くて早退するそうです。道の譲り合いが盛り上がってきた。たらこーたらこー。やあ、どこ行くんだスラデブ。お、次行ったらこうだぞ。コンクリに後つけんの楽しい。このヒーローの決め台詞は。金で解決できませんか。おじさんの金メダルあげちゃうよ。ねえねえドナルド。なんだい。ハンバーガーに虫が入ってたよ。マジかよ、モスバーガー最低だな。この愛妻弁当誰に作ってもらったと思う。120584。今までに付き合った男の数。負けた方があそこぶっ壊されるってどう。ご褒美。こんにちは。おーい、お茶の反対語。やんのか牛乳野郎。弱者が強がって使う名ゼリフ。レベル1。俺一人でも勝てたし。レベル50。あと一歩だったんだけどね。レベル800。ここでお遊びは終わりだ。レベルマックス。はい、ロンパー。テトリ
スをカタカナを使わずに説明してください。棒を奥まで入れると気持ちいいやつ。あなたはクレーマーです。ドラゴンボールに関することで文句を垂れてください。俺の元気返して。なんて日だ。笑顔咲く。さあ薬の国へようこそ。入れ替わっていてもギリ気づかれそうなものを教えてください。島根と鳥取寿司三昧。疲労のような疲れが襲ってきた。いやみんな俺だ。アメコミはデザインがポップ、俺は人生がポップ。それじゃあおだったら寝なさい。三輪明宏ハッピーバースデー。私盛り上がってまいりました。あなた私に隠れてまた吸ったのね。息ぐらいさせろ。もう何もかもおしまいや。コナン一行が宿泊しに来た。トトロいたもん。こんなでっかかったもん。大将やってる。30年前の自分は一体何歳かなって。俺に好きだからだぞ。さっきから見てたろ。悪いのはどっちだと思う。それはもちろん誰が見たってジャイアンが。ちょっちけい。ヤミナムルだ。ドリルせんのかい。もうあげれるお年玉がない。彼らの共通点とはフリー素材。ヘイシャリー巡査部長33歳。大きめの三河健一に引きずられた。グーがパーに勝てるわけねえだろうが。水で戻したワカメ。これ医者呼んだ方がよくね。うん、熱はないようね。胸もないようだね。約一匹ワンちゃん。僕女の子と遊ぶの一番好き。ジャイコも性別は女の子よ。またしても何も知らない大泉洋さん。俺はなんてことを。すまないリカ、トキエ、う気にしないで。大丈夫よ。せやで。せやせや。そんなこともできないのか。はぁ、また始まったよ。課長自分自身に厳しいな。暴走したトロッコの先には女性一人と1億円があります。どちらを犠牲にしますか。暴走したトロッコ絶対ダメ。煽り運転、ながら運転、ビッグサンダーマウンテン。おばあさんに席を譲ろうとしたらあんたは議席を譲りなさいよと言われた。電極をさせ。加工式顕微鏡の用意を。モニターつなぎます。何が始まるんです。政治家の脳はどうなってるのかを調べるんだ。すごい、まるで宇宙だ。これが進次郎の脳の中なのか。同じことを二度も言ったりするな。4次元ポケット。騒ぐな。騒ぐと近所迷惑になるぞ。確実に仕留めて。その子が事件呼ぶの。絶対言わないって言ったよね。正午の夏から今日まで全部ドッキリだった。毛 70% ポリエステル 25% ナイロン 3% アキラ 2% ちびまる子ちゃん最終回。乳首つまんだらめっちゃ叫ぶね。 JR 消毒液。新幹線が止まります。あたらが愛ゆえよ。どんなやつ。愛に飢えている男。うん、もう一回言ってみろ。神田アナウンサーに字幕が降り出した。小泉進次郎が会見中に泣き始めてしまった。なぜ。涙が出たから。下着売り場で言ったことのないセリフを言ってください。これの使用済みってありますか。おばあちゃんが毎日何かを探してる。空き巣かもしれない。私を息子と一緒にするな。イエス、ゴーリンだ。追い詰められた人の名ゼリフ。レベル1、俺には家族がいるんだ。レベル50、命だけは助けてくれ。レベル500、金ならいくらでもある。レベルマックス、早くトイレから出てくれ。講談社の絵本、創造と破壊。俺が出荷されるくらいでそんなに悲しむなよ。笑顔がいっぱい、走馬灯が止まらない。綾鷹と総顕微茶は川の味。それでも選ばれたのは綾鷹でした。アインシュタインの名言、情報はよ霜降り。なあ、宿題ってお父さんに絵を描こうじゃなくてお父さんの絵を描こうだろう。週5の疲れが2日で取れるわけない。それなら休んでも休まなくても同じだな。今ならこの牛乳一番で売るけどどう。帰ろう。大変そうだね。ミルク入ってる方持ってあげようか。パンチラ期待してるの。残念、履いてませんから。いや、今度はチンがとっておきの話をいたそう。え、本当ですか。それは18年前チンのチンチンがカチンカチンだった時のことである。キャー。おーい牛乳。いや、初めて立つのを親に見せんのかい。たった一言で絶望の淵に沈めてください。おならのはずだった。消防車を忘れた。38年間カニに育てられた少女。同じボケがすでに投稿されています。同じボケがすでに投稿されています。同じボケがすでに投稿されています。ふざけんな。同じ
じボケがすでに投稿されています。やあみんなのお題ばっか、一体何が楽しいんだろうね。やあみんな俺だ、これはたわし、今日の俺の晩飯はもやし。それじゃあ今さら逆だと言われても警察なんて怖くないぜ。お金払ったらタダでもらえたんですよ。俺の肉は威力2倍だ。将棋の沙汰じゃない、桃色クローバー Z と朝立ちに注意。徐々に勢力は衰えていくでしょう。背中を流してくれんかね。キャー、扉の滑りが悪い。日本人に警察を任せたのが間違いだった。会計時にみんないない。 A ちゃん家にはワンワンがいるの。 B ちゃん家には猫さんがいるの。 C ちゃん家には毎週違うお父さんがいるの。さあ早く1番テーブルさんに網交換だ。合コンに嫁がいた。1つや2つ増えても気づかなそうなもの。グリーン、まだ食われるわけにはいかねえんだよ。おー涼しい。幸せなら手を叩く。じゃあ不幸せなら何をすればいいの。ネットで他人を叩く。できちゃったら責任取ってくれますか。またチャレンジの宣伝漫画が攻めてる。36歳になっても一向に進化しない。働け、ホゲイハイヤー、ホゲイハイヤー。結果これこそが毎回ヒロインをものにしてきた主人公補正の正体だったんだ。母さんここで力つける。散りすぎた男、ワカメの暗殺計画。あ、私は冷たいホットコーヒー。タッチャンのタッチャンがタッチしてる。嘘に変えておかしくしてください。暴れるクソ。汚ねえ花火だとしても一本一本に職人の魂がこもってるんだ。ドガガガガガガドキマジアルプス一番弱ガチ勢。とりあえず違う人の顔真似で乗り切る。はいこんにちは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 。初めての統一教会。ボケては初めて同期として一番ヤバいのを教えてください。モテたい。令和4年にできた新ことわざを教えてください。棚から4630万円。おいしい、めちゃくちゃ興奮するよ。牛乳の CM が勝負に出た。犠牲者たっぷりまろやか小豆は。ちゃんと説得してから増やすタイプのゾンビ。フリー素材になったフリー素材。バカなことやってねえで働け。身勝手の極意。声が届かないという方は手を挙げて教えてください。茨城で人を確認。島が目の前。おい宝島へ着いたぞ。お前以上の宝なんてねえよ。しつこいな。だからお前以上の宝はないって言ってるだろう。アンパンマン、新しい顔を食べたのはこの人よ、ケンタッキー。ちょっとあなた、レディに向かって失礼ですよ。私はおむすびマンではありません。おむすびウーマンです。令和4年にできた新ことわざを教えてください。二度言えば信じろ。波平が絶対言わないこと。なな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 、バカモン肛門成人式。先生のお腹の中でうごめいてるよ。あはは、うごめいているか。うごめくって表現違くない。ごめー金玉。種が入っております、ご注意ください。お母さんと一緒の対義語は何ですか。お父さんは別居。君ちょっと行き過ぎたのよ。やってきた死神が思いのほか悪くない。相変わらずえげつねえ真似しやがって。ほざけ落ちこぼれが。キスの流れだ。やあみんな、俺だは昔のことだよ。バキ、暴力禁止のデモに参加しないやつはこうだ。バキ、話し合おうって言ってたろうが。バキ、あ、蚊が止まってる。ご主人様の一部をクマから取り返せたけど、もう我慢ができない。ブラギノール研究所。弟に冗談で着せたらヤバかった。やっちまえよ。やっておしまい。あんたそこに愛はあるんか。無人島に一番持って行きたくないもの。ギャルソネ。やあみんな、オイラでやんす。今日は飛行機で部活の遠征中。オイラは飛行で走って謹慎中。それじゃあ僕は甘党かって。いいえ、僕は自民党ですよ。大バカボルトはとてもバカということです。いつも息子が申し訳ない。本当にもうあの子ったら、いつも出しっぱなし、散らかしっぱなし。結局僕らが片付けることになるんだ。今度厳しく叱らなくちゃ。僕からも言ってやる。どう
ドラえもん。すまん、君のせいにした。ザンパンマン。ホップステップダッシュ。チェンチェン、あたしと結婚して。その人本気にしますよ。あなた口が悪いんですって。うるせえバベ。またか。またね。やあみんな、俺だ。やあみんな、オッペだ。娘さんを僕に飽きるまで貸してください。 2.5km 先に0点の反応あり。キュン。イチコロ。我が家はキッコーマン。自分の身は自分で守る。通識は合ってるが筋力が足りてない。高橋不正解だ。前の車を追うんですよ、ゴルゴリアさん。監禁生活267日目、ついに妄想がはっきり見えるようになる。愛を込めてあげたわ。僕と結婚してください。はい。楽天モバイル、もしもマックス。一種の実験室なんだ。もしもこんなことがあったらどうなるかということを見せてくれる。ゴーダですけど、ミックスピザ500枚お願いします。ママ、パンはパンでも食べられないパンは？頼む。早く給食室に。ニートを漢字5文字で表してください。365連休。闇金。テトリスでえらいもんが降ってきた。皆さんが静かになるまで。先生が静かになりました。見て、僕の巨神兵。こういう時あるある。ねえよ。聞こえる。唐揚げにレモンをかける音が。意外な展開にしてください。みんな俺のこと映画に出演しないってバカにするけど、アニメも言うほど出てないからな。提供角川特務書店。扱いがゴミのようだ。もう疲れたぴょん。私スターになれますかね。ムーン。ジャイアンにぶたれた。ジャイアンに抱かれた。小泉進次郎。このカードを裏返すと裏面になる。ひっくり返す。あ、かけろこ。元通り。これは普通の砂時計。ガチャー。ヒカキンの地下室に飾ってある逆らった底辺 YouTuber たち。朝食はいつも朝食べます。白シャツでカレーうどんみたいなことを言ってください。全裸で揚げ物。おじいちゃん、怖い話をして。昔おじいちゃんはここで亡くなったんじゃ。痴漢は犯罪です。お前は大丈夫だろう。これからは殴られてもそうはしないよ。げんこつ100円。それはありがたい。でもさ、殴られ方にもいろいろあって、どれも同じ100円じゃ不公平だと思うよ。じゃあ上中波と分けて。波は70円、中が100円、上が200円。蹴飛ばされたり張り倒されたりは。アドリブで入ってくんだモブ。見て、僕の巨神兵。そんなんじゃ私のラピュタには届かないわよ。息子はあまり怒らせない方がいいぞ。やばいよやばいよ。一回から目薬。アニメや漫画の名言を一文字書いて台無しにしてください。安全先生、サスケがしたいです。先生、油田が掘りたいです。カクさん、いや、スケさんだ。あっち向いてフォース。バカ、手榴弾のピンはこうやって抜くんだ。世の中はうまくいきません。なので世の中をうまくいかせましょう。そしたら世の中はうまくいくはずです。いい気味だね。一枚ずつめくったるからな。結果発表。台風の進路がひどい。頭のいい人って羨ましいわ。よしてよ、大したことじゃないよ。おめえのことじゃねえよ。真実の先を知りたくないか。まだいいです。この木は何の木かって聞いてんだよ。一人暮らしのお年寄りに餅を配る。合法的な少子高齢化対策。いってらっしゃいのちゅ。気をつけて一塁に行ってきてね。弟じゃなかったらな。サザエを売ってこれだけか。腹減った、奴らを食おう。歯磨けよ。それっぽいことわざを作ってください。社畜本に帰らず、昔話を序盤で終了させてください。昔昔の話じゃよ。今年も座布団がたくさん実った。二十歳を迎えてなお、大人になってなお、仮面ライダーになりたくてひたすら体を鍛え続けた。いくら鍛えたところで仮面ライダーになれるわけ、なれるわけ、なれるわけ、なれるわけ。プリキュアになれた。なんかよくわかんねえけど楽だよな。明日お兄ちゃんが遊んでやるから。ゴム飛びでもマリツキでもハミコンでもルリちゃんの好きなので遊ぼな。打ち返して。1時間目の途中ですが、1回給食にしましょう。マンマミーエー。見て、僕の巨神兵。そんなんじゃ私のラピュタには届かないわよ。息子はあまり怒らせない方がいいぞ。40秒でやりだしな。見ろ、人ができるようだ。オーラス。のび太さん知らないわ。ニーニングゴーズボボ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 ボ。ねえ、ウーロンどこに行ったか知らない？男子校の同窓会。当院に御用のない方で注射された方にはお尻に注射をします。なぜか増えた。何ということをしてくれたのかね。お願いマッスル。そりゃ私だって怖いわよ。でもこのまま独裁者に負けちゃうなんてあんまり惨めじゃない。独裁者は私だけで十分よ。うめえ。お前ほんとコーンフレーク好きだよな。ナースコールが思ってた
のと違う。さすがに可愛く描きすぎたかな。恥を知れジジイ。では会議を始める前にミーティングをします。一つよろしいでしょうか。ミーティングを始める前に打ち合わせをしたいのですが。いたいた、首だって。北斗野球拳いっけなーい。遅刻遅刻。宿題を忘れた時の世界一バカな言い訳とは。持ってきたんですがやってくるのを忘れました。待ってくれ。レンタル DVD の店員がタイトルを読み出した。最も美しい数字の対義語を教えてください。嫌な感じ。クラマスは俺が洗った。歴史上の出来事に一文字加えてどうでもよくして。パルピ条約。なんでそんなことしたの。ワンチャンいけると思って。矛盾した表現。自由という名の留置場。悲しすぎる喜劇。冷たすぎるぬくもり。天使のような悪魔の笑顔。冷えたホットコーヒー。明るくアトームの直馬。チャイルドスピード。余り物つなげたサウルス。熱中症の症状。発熱めまい失神。別に熱中症じゃないってからね。今年のインターハイは高校生が多いですね。待って、物心つけそう。ドエラえもん見た。シュオー。いけない、シンジ君避けて。逃げちゃダメだ。ユラタが最後に叫ぶボケ。あー、1番目の方どうぞ。おーい、あなたはクレーマーです。この商品に切れてください。なんで倒れてんだよ。俺が魔法といえば魔法なんだよ。熱中症で倒れた一人は水だ。ヒャッハーと声をかけて水をかけましょう。プライマーと言ったら始めてください。お前クドやろ。あ、渡す。よくあんなものに夢中になれるな。いい年って単純というか、なんというか。ストライク、バッターアウト。4番平塚かなり寄ってます。出てけボロックス。早く。ふーん、これで掃除したティーハルやな。クリボーのことか。あの白猫どこへ行きやがった。乗り物の名前を一文字変えてしょぼくしてください。高速ブス。付き合ったことない男子ってなんで彼女作らないの。女の子嫌いなの。じゃあなんで今まで俺と会った女の子は俺と付き合えないの。俺のこと嫌いなの。ハリーポッターと尿管貸しとけ。おめえの責任か。スラーブツ。8月21日午前9時55分地方裁判所第2控え室。夏休みの後半の絵日記から目が離せない。ウィンガーディアムレビオーサーみたいなことを言ってください。ウィンナーピラフ焼き餃子。誰だ、日本人に戦車のメンテナンスお願いしたやつは。警察ですか。今下半身フルティンで自転車のサドルとハンドルだけ持った男が少女を連れ歩いています。いやあ、どこ行くんだスラデブ。ああ、でこれからどうするの。振り返りにしようと思う。また捨てれこう。かわいそうに。誰か飼ってやれば。うちはダメだ、犬を飼ってるから。うちだって血統書付きの猫がいるもの。うちにはママがいるし。箱だけ持って帰りましょう。私お人形いっぱい持ってるでしょ。これを使って夢いっぱいの人形アニメができたら素敵だと思わない。はぁ、夢いっぱいね。出てこらせて。ジブリ学園の秋の大運動会、そこでありがちな出来事は3週連続。あなたがメイだったのね。あなたトトロっていうのね。あなたがトトロなのね。一番先に寝た俺も俺だが、お前らマジすげえわ。ママは小学4年生。パパは懲役10年生。連続テレビドラマ100日後にモテるブス。第99話宝くじ一等当選。楽天モバイル。 NHK って何の略。ねえ早く金よこせよ。人事院来た来た。嘘でしょ。全部掃除用具入れだった。暴力についてどうお考えですか。全てを解決するよね。街でバイキンマンが暴れているそうです。アンパンマンは君さ、行ってこい。名作アニメ本シリーズ小鹿だよ。講談社の絵本。ちょっとダッシュ。ポケモン括弧北朝鮮版ってどんな感じ。みんなロケット団。知らなかったわ、のび太さんっていうのね。ベーカー先生の体操着。ワオバッコーリー。違う、もっともっと竹バットだ。いい年超えた大人が。秘書がやっただろ、関連団体とは知らなかっただろ、後で知っただろ、記憶にございませんだろ。織田信長さんがプロフィール画像を更新しました。バイバイ金的。男がどんなに理屈を並べても女の殺して近いです。にはかなわない。竜子城満席だって。発祥は CM の後で。私が生き物係のボーカル。みんな俺に洗い物を分けてくれ。ばあちゃん
ん、俺だよ俺。まあ、たかしかい？そうそう、たかしだよ。どうしたんだい？実は経営してる会社がピンチで300万円必要で。ピンチはチャンス！キャーピンチキャー！先生、あれは何？わしらには救えぬものじゃ。やめろ、こっち見んな！お背中流しましょうか？はーい！二人で挟んであげる。はーい！試しに一回揉んでみる？いや、大丈夫です。はい、半分こお前顔覚えたからな。もしも小泉進次郎がコンビニ店員だったら、ビニール袋にビニール袋をお付けしますか？3分クッキングできるかバーク。説明しよう。主人のために広げたいです。しまっていこう。小泉純一郎、市長にむやみに金メダルをやらないでください。歓喜の叫び。お昼にもらった顔を食べないとダメでしょうか？食べなかった奴らがこれだよ。バタコさんをどう思ってますか？よく燃えるなって。ダメだよ、田舎だからってスピード出しすぎたら。とりあえず免許証を見せてくれる？こちらボム、尾行はまだ待ってません。もう少し近づいてみます。元気100倍アンパンマンみたいなことを言ってください。元気100倍転売や。青森県、この山は高すぎる。メロンパン内容の生地の工房は特別な種が仕込まれている。中身とかウケるんですけど。あれ、ベイブレード。いや、素晴らしい眺め。スーちゃん何見てるの？なんだ、スネアとジャイアンか。バカと煙は高いところが好きってね。あなたもよくタケコプターで空にいるものね。納得。それで僕の力が必要だと。これは何ですか？お題。これはお題、ただの風景写真です。重傷ですね。縁もゆかりもない土地に連れてこられた。ずらーり。鬼は鬼、服は服、カノンベイビーユニセフ。小泉進次郎が絶対に言わないこと、一度しか言いませんよ。お猿のジョージ、ガーシーに投票する。司法試験受かるって言うから結婚したのに。そうですか、彼は元気ですか？幼い頃やっていたたまごっちがまさかのまだ生きていた。もっとリズミカルにこすって。そう、はい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 。群馬の空気清浄機。うわぁ、そんなこと食わないから。 ABC サンタクロース。シンジ君、あなたはこれに乗るのよ。よい、線切れって言ってやれ。八王子 VS 七王子、本職がバレた双葉幼稚園園長。子供たちに人気である要因を教えてください。やっぱり暴力ですね。ピーポービーポー、救急車が来てくれた。ジャイアンめ、ひどいやつだ。これで取れ高が上がるなら俺は悪役になってもいいさ。シャルイダンス、今のままでいいんですか？新しいままになってくれるんですか？彼女は奥に入りたいのに、僕は奥に入れることしか考えられない。エミちゃん、朝起きたらなんて言うんだっけ？ググリカス、シュッシュパッパ、シュッシュパッパ。あなたに頭を分けてもらった方が発熱と喉が痛いって言ってます。その症状が愛と勇気さ。この写真は投稿できません。お題主が削除されました。次の方どうぞ。僕と結婚してください。はい、日本の結婚式代は高すぎる。俺たちがやることはただ一つ、夏休みの宿題。やっぱり小顔って素晴らしいな。賞をもらした時に一番かっこいいことを言った人が優勝。これで終わりだと思うな。異次元の政治家、小泉進次郎。1万円課金して出たんですが、なぜか所持金が1万円減ったんです。有金全部投下したぜ。テンション下がるな。焼け野原、これがアロンアルファでござるか。何でも勝っていい。敵聞くタイプの敵。もしもし、主人が倒れました。その一つキャンセルお願いします。夢をぶっ壊してください。雪の積もったお地蔵様を見かけたおじいさんは、翌朝お地蔵様より冷たくなっていました。群馬が青森に宣戦布告。天秤逃げた。時の流れを遡り、歴史を勝手に作り変えるようとする時間犯罪者だ。自己紹介、ふうじこちゃん。羽生譲れない、松崎しげらない、小泉信じられない、だけいそうじゃない、よし行かない、藤田に来れない、僕だけの力で君に勝たないとドラえもんは安心して帰れないんだ。五七五で映画やドラマアニメを完結
に説明してください。玉七つ集める話のはずだった。サザエマス、ナミフネカツオ、タラワカメ、父スパイ、娘エスパー、母怖い、アホダヌキ、ムロホメガネにクソゴリラ、岸田内閣支持率急落。何もしてないのに一体なぜ。何もしてないからだろ。無限の彼方へ行ってくれ。あなた方お強いんですってね。全ての決定権は私にあり、私の言うことは絶対である。お前に拒否する権利はない。私が正しいと言ったことが正しいのだ。お見合いの時点でもうしんどい。僕にもお願いします。何も考えられない。気持ちいい、気持ちいい。ボケての通知が鳴り止まない。絶対アバチェイケラソーパーツが余った。ペーパーレス化にご協力お願いします。発泡美人、すげえ、全員男かよ。こんな合コン初めてだぜ。うぬれ、山形空港、ご注文は決まりですか。川口決まってるのか。あ、はい。じゃあ左乳と右乳ください。バッドエンドなのにハッピーエンドに聞こえるエピソードを教えてください。結婚しました。アンミカ専用。違うのよ、子守歌はもっとこう魂で歌うのよ。じゃあ代わりに背中の彫り物見せてください。そんなものありません。それじゃあ小指を見せてください。そんなものありません。美味しいプリン作ったの、もしよかったらのび太さんも殴っていい。あなたに会えた幸せ感じて、カズレーザーリータイチンポン半額。いつもより立ちが悪い。休むと決めた月曜の朝、説明しよう。英語教師の発音の仕方がムカつく。 500g も痩せたのにまだダイエットしようって言うんですか。アップルパイにはリンゴが入ってるけど、ペチャパイには何が入ってるの。何もなんだクソガキ。メリークソします。ごめん、お前一体何よ。香りが立体的。全然違う。これ商品化した方がいいですよ。元骨山の歌うけそう。立ち上しながら一番かっこいいことを言った人が優勝。今俺世界と繋がったんだ。初めてのウォシュレット。一辺が2センチの立方体が積み重ねられています。早く片付けなさい。28歳男と何人の妻が逮捕。話し合いで解決したいので殴った。肉、憎しみを捨てなさい。信じる者は食われ、あ、救われるのです。迷えるジンギス、子羊よ。ビーチ、ナスの味噌汁。何度試してもガラスの靴がぴったり。どうだろう、デジロー先生。ノリスケは大人気。愛と青春ノリスケさん。ノリスケ愛と青春禁止。もう34年ですよ。さっさとバイキンマンおとなしくさせてください。生かしておいた方が金になるんだよ。止まれませんでした。初めてテンピーが証言。さっきは激しくぶつかってすみません。お怪我はないですか。お前らわざとだろ。もうこんなことはないよ。気をつけます。僕は将来野球選手になりたいです。そう夢を語ったたかしくんは20年後に人の金メダルを噛んで問題を起こした。18金のドラミちゃんがいけない道具を出してくれる。ピンポン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 。やだ、ずっと口で言ってる。俺の血を吸った蚊が、うえまずえ、どの立ち回って動かなくなった。痒くてちょっと涙が出た。懲役、懲役、さっさと懲役しなくと。愛がたぎるアダルトサイト。この飛車もらえないっすか。ここ一番や。ここで働かせてください。昔はこんなに可愛かったのに。今の嫁はグワッカ。だーれと、おっさんたちが水筒を取り出した。あのね、僕ね、次は燃料を忘れない。カツラが盗まれる窃盗事件が相次ぐ。被害は800頭余り。曲がり角にイケメンがいたので急いで食パンを取りに帰る。生き逃げの疑い、ブサイクル男を逮捕。写真で一言。ホース持ってきたよ。2500万。また市役所が誤送金した。タバコ代13万円も節約できて、浮いたお金でタバコも買えちゃう。ボケてるアフレコして動画投稿を行っている YouTuber に一言。楽しないでこっちの戦場で戦ってみろ。10本。あっとヒットリー、あっとヒットリー。学級閉鎖応援委員長の山田がこの後職員室に呼び出された。うわー、ふたやまま入る。たかし、ご飯よ。安心してください、履いてますし、ついてます。足玉まだよ。春巻き、春巻かない、はよ巻け。ふっくら感がある。出汁が効いてる。おいしい。好みに合わない。その他、尿検査の結果が返ってきた。全米が炊けた。ふざけるのも大概。
りしろ。 ID とパスワードは合ってるはずなのにログインできない。この世には3種類の人間がいる。数を数えられる人間と数を数えられない人間だ。左手に止まったテントウムシが右手に移動中。兄上、ここはやっぱりお前俺のいないところで俺のことうんこって呼んでるだろ。食パンマンのコスプレが雑。釈迦はちょっと遅れるって。見るし聞くし言う。こういうお店初めて。サンキュー。本日8回目の職務質問。誹謗中傷は書けましたか？いつまで取りに行くと思ってるの？この世界からお盆がなくなって怒ったこと。アキラが 100% 捕まる。 AED 持ってきたわ。ロビー、今ロビーの頭の中に直接話しておる。わかり立つわ。犯人を泳がせすぎた。私はあなたを知っています。再配達10回目。たかしくんのどこがいいの？早く別れなさい。たかしはイケメンじゃないし頭も良くないけど名古屋市長なの。夢をぶっ壊してください。白雪姫は膝の上に乗ってきたりそっ。バーン。またこれもいいだろう。愛は地球を救うの建前で金をみんなから巻き上げて。あなたは放送員です。一言で生徒を不安にさせてください。某生徒のウェブ閲覧履歴を入手しました。セクハラでから決めたリフを教えてください。尻に触れても法に触れるな。お宅のとこで買った美顔器全然効果出ないんだけど。大変申し訳ございません。では失礼いたします。いいからよこせお前の全部。ババ抜きのルールを知らない。観光総菜すれ違い通信で妊娠。こいつだけ思ってたドロケイと違う。何も言わないつもりですか。キスしますよ。しかし異様な悟空はブルーベリー愛の CM が来て。まあな、クリリンもルフィの中身やってるじゃねえか。何でもかんでもわしに聞くな。8月31日、俺は今遊ぶぞ。実際にさかなクンが言ってない名言。偉い人には逆らわないでひれ伏しとけばいいが。大丈夫なので安心です。失うものがない人。やり込んでたらスティックが硬くなってきた。あの有名なタイトルや名言に仕事をしてないのにお付け足して台無しにしてください。仕事をしてないのに帰ってきたウルトラマン。ありがとうございます。ありがとうございます。ちっこーまっこー。大将、このビール生ぬるいよ。冷たくなあれ。バキュンバキュン。話し合いに来ました。こいつ知らねー。宿題が全然できてない。すごいわドラちゃん。タイム風呂敷って復習にも使えるのね。ついに自分で英語を取り出した。犬が西向きゃ王は東と同じ意味の新しいことわざ。与党が右向きゃ矢は左。どうもー、不倫とセクハラのコンビでやっておりますけどね。皆さんやりましょう。食中毒です。食中毒が出ました。ふっかくん、それ私のリコーダーじゃ。足つまマッサージが思ってたのと違うが、これはこれでいい。父ちゃん、俺なんだってこんなことしなけりゃいけないの。いや、やっちまったもんは仕方ないだろ。お前は埋めるの手伝え。女子トイレ一個飛ばして男子トイレ。お金以外もいっぱい出せるんだね。おい